山下彩香選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合、前半押し込まれる時間帯が長かったかと思うんですが、まず試合を振り返ってみてください。はい、前半は相手側の自慢はマンツーマンということで、なかなかパスで剥がせることができなかったんですけど、後半はそのスペースだったり相手が足止まったりしてスペースができた分で得点につながったのかなと思います。前半の相手22番の選手のシュート、相手の決定的なシーンを止めました。あのビッグセーブ振り返ってください。ボールクロスのボールスピードがあまり速くなかった分、その時間準備ができたので、コースもそんなに甘かったので、反応できたんですけど、特に当たり前のことしたかなと思います。浦和戦はあまりエレーザ的には得意ではないと思うんですけど、皆さんの応援で勝ち点3を取れるように頑張りたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。